動画をご覧いただきありがとうございます。今回は慢性疲労症候群が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まず慢性疲労症候群という症状はですね、特に原因が見つからないのに慢性的に疲労が続いている症状になります。目安としては、まあ、6ヶ月以上とかですね、慢性的な疲労が続いている、体も動かすのもしんどいというですね、疲労が続いている方を慢性疲労症候群と言います。このですね、慢性疲労症候群が楽になる2つのポイントの1つ目はですね、習慣を変えることになります。実はですね、慢性疲労症候群が発生するということはですね、何かしら慢性疲労症候群が発生する習慣があるから、その結果として慢性疲労症候群が発生していると言えます。言い換えると、慢性疲労症候群が発生する習慣がですね、手放されていくとですね、慢性疲労症候群も楽になっていくと言えます。つまりですね、習慣が原因になってですね、その結果として慢性疲労症候群が発生していると言えます。例えば習慣はですね、料理のレシピのようなイメージがあります。例えばカレーのレシピで料理を作るとカレーができますよね。ラーメンのレシピで料理を作るとラーメンができますよね。そのイメージでですね、慢性疲労症候群が発生する習慣というレシピがあるから、結果としてですね、慢性疲労症候群という料理が出来上がっているようなイメージになってきます。反対にですね、慢性疲労症候群が発生する必要がない習慣というレシピになっていくとですね、結果もですね、慢性疲労症候群が、発生する必要がないという結果料理になってきますからね。ですから言い換えるとですね、ある意味で習慣という原因を変えずにですね、慢性疲労症候群という結果を変えるとしても難しい部分があります。それはですね、カレーのレシピで料理を作っているのに、なんでラーメンができないんだって悩んでると同じことになりますからね。ラーメンが食べたいなら、レシピをですね、ラーメンのレシピに変えないとラーメンができないですよね。実はそんなところがあってですね、慢性疲労症候群が楽になるためにもですね、慢性疲労症候群が発生する必要ない習慣に変えることでですね、結果もですね、慢性疲労症候群が発生する必要もなくなりますからね。それがですね、慢性疲労症候群が楽になることにつながっていくと言います。では具体的にですね、慢性疲労症候群が発生する習慣とは何かというと、シンプルに表現すると、何かしら不自然な習慣があるからですね、その不自然さが慢性疲労症候群につながっていると言えます。習慣とは大きく分けて4つの習慣があります。まず1つ目がですね、呼吸の習慣ですね。呼吸が浅いと循環も悪くなりますので、疲労も疲れも溜まりやすくなります。2つ目の習慣がですね、食事ですね。食事に対しても、例えばですね、糖質が過剰になってですね、タンパク質が不足すると、タンパク質で体を作る材料が少なくなってです。代わりにですね、糖質というですね、神経が過敏になる、材料にもなります。糖質になりますからね。形で、肝心の体を作る材料がないのに、余分な糖質とかですね、だけが増えていくとですね、そのバランスが崩れますからね。ですから、体がですね、心にも影響しますし、心が体にも影響しますからね。そういった働きで、食事もですね、人を良くすると書いて、食っていう感じになるんですけどね。じゃなくて、人を良くする食事じゃなくてですね、人は何かしらこう、悪くてないですけどね、何か症状が発生するような症状はですね、食っていう食ではなくて、どっかでやっぱり不調和な食事でもありますからね。そういったふうに、食事が調和することで、食の習慣ですね、食の習慣が調和することで、慢性疲労症候群も楽になっていくと言えます。三つ目の習慣としましては、運動ですね、運動とか姿勢の習慣になります。人間もですね、大きい分類でいくと動物でもありますからね。動物は動くものと書いて動物でもあります。つまりですね、
動物は動くのが自然な状態であって、逆にこう、じっとしてるとかね、不自然でもありますからね。人間はデスクワークとか、最近はスマホとかパソコンとか便利なものもありますからね。ですからもう、動かなくても別にこう、画面越してどっかに、行ってる気分が味わえたりもしますし、また車とかもありますからね。なかなか、体を動かす機会も、電車とか車とか飛行機もありますからね。体を動かす機会も減っている部分があると言えます。例えば赤ちゃんとか小さい子供って意外とこう動き回ってもあんまじっとしないですね。じっとしなさいって言わないとじっとしないぐらいじっとしないですね。あれってある意味でこう、自然な状態でもありますからね。人間も動物でありますから、動物は動くのが自然であります。で結構止まってる方が不自然でもありますからね。そういう意味で、動き回る子供とか赤ちゃんの方が自然な状態ですからね。で赤ちゃんとか小さい子供にですね、慢性疲労症候群の赤ちゃんとか子供ってほとんどいないですよね。というのも、赤ちゃんとか小さい子供は自然に動き回ってるからですね、それで循環とか良くなりますので、結果ですね、疲労も溜まりにくくなることにつながりますからね。まあ、疲労イコール何かしら滞りでもありますからね。動いてですね、循環が良くなっていくと、その滞りが解消されていって、慢性疲労症候群もなくなっていくと言います。ですから、まあ、できる範囲で体を動かす習慣とかを持つとですね、循環も良くなりますからね、循環が良くなるから、体の、滞りも解消されていってですね、疲労も抜けていくことにつながっていくと言えます。で、あと4つ目の習慣がですね、考え方とか捉え方の習慣になります。まあ、シンプルに言うと、まあ、緊張する考え方をしている人はですね、体も緊張しますから疲労も溜まりやすくなります。逆にですね、リラックスする考え方をされている方は、体もリラックスしますからね。ですから疲労も、浮き流せるというか溜まりにくい状態にもなりますからね。あとは、どうしても否定する傾向がある方、考え方の方はどうしても否定って緊張を生みますからね。体も緊張しますので、疲労も溜まりやすくなります。はたにこう、肯定とか需要を受け入れる姿勢ですね。受け入れる考え方を持たれている方は、ある意味で受け流すことができますからね。そういった意味で、疲労も溜まりにくいことになると言えます。そのようにですね、考え方とか捉え方もですね、緊張とか不安ではなくですね、安心とかリラックスの考え方とか、捉え方が変わっていくと、体もですね、疲れも溜まりにくくなってくることにつながって、慢性疲労症候群が楽になっていくと言えます。ではですね、慢性疲労症候群が楽になる二つ目のポイントとしてはですね、環境を変えることになります。どうしても環境要因とか環境の影響でですね、どうしてもストレスとか疲れを感じている方も多いと思います。例えば職場は忙しすぎるとかですね、あとは家庭環境で、なかなか家庭環境がうまくいってないという場合もですね、ストレスとか疲れも溜まりやすくなりますからね。ただ環境はなかなか変えることは難しい部分もありますからね。できる範囲で結構ですからね。例えば、いつもと違うですね、通勤路を取ってみるとかいうのも、ある意味こう、行動のパターンというですね、通勤の環境を変えることになりますからね。そんな形で、できる範囲で環境を変えていくとまた流れが変わっていきますからね。で可能であれば、まあ、ガラッと環境を変えると、結果もガラッと変わるケースもありますけどね。ただそれはある意味こう、特例とか例外でもあります。なかなか難しい部分がありますからね。ですから、できる範囲で、環境を小さく変えていくことですね。通勤路をちょっと変えてみるとか、何かお金の使い方を変えてみるとかですね。あとは、部屋の模様替えをしてみるとか、引っ越せる範囲でちょっと近くに引っ越してみるとかですね。そんな風に、できる範囲でこう、環境を変えるとですね、また、疲労も、ストレスとか疲労も溜まりにくくなっていきますからね。まあ、できるだけ、安心とかリラックスする環境に変わっていくと、体もストレスとか疲労を感じにくくなっていきますからね。その形で、できる範囲で環境もですね、安心してリラックスする環境に変わっていくと、慢性疲労症候群が楽になっていくと言えます。で、まとめていきますとですね、慢性疲労症候群が楽になる二つのポイントの一つ目がですね、習慣を変えるごとですね、呼吸の習慣、食事の習慣、運動の習慣、考え方の習慣を変えていくとですね、慢性疲労症候群が楽になっていくと言えます。二つ目のポイントがですね、環境を変えることですね。できる範囲で安心とかリラックスの環境に変えていくとですね、ストレスとか疲労も溜まりにくくなってきて、結果として慢性疲労症候群が楽になっていくと言えます。要はですね、安心とかリラックスの習慣と環境にできる範囲で変わっていくとですね、結果である慢性疲労症候群も変わっていてですね、楽になることにつながっていくと言えます。
またですね、この動画で語りきれていないですね、慢性疲労症候群についてや、役になるポイントをまとめたですね、具体的な習慣とかをまとめた、生活習慣とかをまとめた、ブログのページもですね、この動画の、概要欄とか、コメント欄の方にリンクを貼っておきますからね、ピンときた方は、より深い部分からですね、慢性疲労症候群が楽になりたいという方はですね、ブログの方もチェックいただいて、少しも楽になるきっかけとして、ご活用いただけましたら幸いです。あとですね、慢性疲労症候群も言い換えると、生きづらさでもあります。生きづらさは、習慣を変えることで楽になることが可能になります。そういった、生きづらさが楽になる習慣をまとめたですね、私の本ですね、生きづらさ、卒業の教科書という本も出版しております。この本に関しても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、習慣とか生き方を変えてでもですね、本気で慢性疲労症候群が楽になりたいという方はですね、本もチェックいただけたらと、思います。チェックいただいて、できる範囲で実践いただけたらと思います。はい。あとですね、当院では、対面、直接お会いしての、カウンセリングとか、施術とかですね、あとは便利なオンライン、ビデオ通話、LINE、メールでのカウンセリングも行っておりますからね、このカウンセリングや施術についても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、本気でですね、慢性疲労症候群が楽になりたい、卒業したという方はですね、カウンセリングや施術の方も、受けていただけたらと思います。はい。あとですね、この動画何か少しでも参考になったとかですね、なんか軽やかになったとか、ちょっと安心したとかですね、楽になったとか、希望の光を見えたとかですね、軽やかになったという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。で、最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。